潮目天馬神社は、長崎県新上五島町七目号に鎮座する神社である。菅原道真公、天野保日の神を主催神に、今年の主神、近藤角左衛門沖縄の二柱を廃止する。廃止神の二柱は、同郷、潮目恵比寿神社の祭神である。社殿七目号には、天馬宮、潮目宮の二社があったが、明治期の合司令に伴い、天馬宮に、 塩目宮を合祀して、社号を塩目天馬神社と改称した。創建は、元六三年九月。万治二年から元六三年の間の有川、酒舟馬坂論争で、有川村の王将や、江口右衛門と共に、江戸高祖に奔走した七目村の小頭、近藤角左衛門が誕生した。元六三年五月、江戸高祖三番登りの岐路に、多財府天満宮を参拝し、 高祖上就の御霊を捧げ分霊を勘定し、同年9月に、現在の宮所の二宝士、明治41年1月9日に、め目いを合祀し、社号も現在のものに改称した。塩目神社創建年代は不詳だが、17世紀後期から18世紀初頭の創建と思われる。有川湾で、初めて網漁をし出して有川、魚目の漁夫の元祖と言われ、 前述のうな坂か論争に奔走した、近藤角左衛門の功績をしたい、今年の主人を勘定し、角左衛門の存命中に奉仕された。死後に社殿を再建した折、角左衛門を有川湾の守護神として、塩名ビスの信号を建て祭り、当社に、その御礼を合資した。近年、社殿が再建され、それに伴い当社、浦山鎮座の琴平神社を合資した。また、 元来は、革命の塩焼き名人として祀られ、近藤家の守り神とされていたとも伝えられる。10月8、9日の霊祭には、有川神楽が奉納される。有川神楽は、国の選択無形民族文化財にも指定された、後藤神楽に含まれる。その他の七目号の神社に、浜栗地区、山の神社がある。また、隣接する有川里に、有川神社が、阿絶号に、 熊野神社が、裏区和に、祖父君神社がある。ありがとうございます。